昨シーズン、日本代表の三笘薫選手は、ブライトン1年目のシーズンだったにも関わらず、世界最高峰のプレミアリーグに衝撃を与える活躍を見せていましたが、2年目の今シーズンは、なかなか本来の実力を発揮することができず苦しんでいます。どうも、いつまで経っても底辺の補欠カラスです。今回は、なぜ三笘選手が不調に陥ってしまったのか、様々な観点からまとめていきます。厳しい日々が続いている三笘。2021年の夏に、川崎フロンターレからブライトンへ移籍し、1年目は労働許可書の問題もあり、ベルギーのユニオン・サン・ジロワーズでプレーしていました。そして22、2 2 2 3シーズンからブライト ブライトに復帰すると序盤戦こそ出場機会が回ってきませんでしたが、ロベルト・デゼルビ監督が就任し、ポジション争いをしていたレアンドロ・トロサール選手が冬の移籍市場でアーセナルへ移籍しチャンスが訪れました。するとそこからミトマ選手は圧倒的なスピードを生かしたドリブルでプレミアリーグの屈強なディフェンダーたちをいとも簡単に抜く姿を見せて世界中のサッカーファンに衝撃を与え、22-23シーズンのプレミアリーグでいきなり7ゴール6アシストという素晴らしい数字を記録しました。こうして完全にブライトンの中心選手となったミト選手は23-24シーズンもブライトンでの躍動が期待 され、第2節のウルヴンハンプトン戦では、ドリブルで相手を4人以上抜けてゴールを決めるという衝撃のプレーを披露しました。しかし、その後はなかなか本来の実力を発揮することができず、今シーズンはここまで全公式戦24試合に出場し、3。ゴール6。アシストと決して悪くはないものの、昨シーズンに比べると全体的に物足りない数字になっています。では、なぜ三苫選手は今シーズン苦しいプレーが続いているのでしょうか？頼れる相棒たちの怪我。まず、今シーズンのブライトンはシーズン開幕前の移籍市場でアレクシスマクアリスター選手がリバプールへ。もう1節カエサル選手がチェルシーへ。 中盤の要とししししててて活躍いいたた人が抜けてしまいましたもちろん、河合の選手は補強したものの、ブライトンの中盤は、ボールの配球能力に優れたマクアリスター選手と、ボールダッシュ能力に優れたカイスド選手を失ったことで、中盤で攻守両面で昨シーズンより劣る場面が見られています。その影響は当然、三マ選手にも出ていて、例えばマクアリスター選手から出ていた質の高いパスがなくなって、ドリブル突破を仕掛けようにも、相手が複数人で対応できる形になってしまっているのです。また、カイスド選手は、相手の攻撃を中盤で食い止めていたことで、それまで作れていたカウンターの形もなかなか作ることができず、 三マ選手が有利な形でドリブルを仕掛けられる回数が確実に今シーズンは減ってしまっているのですこれについては実際にファンからもカイセド・マクアリスターが中盤で機能していた昨シーズンとブライトンの戦いはかなり違いがあるように見えるブライトンは昨シーズンと同じことをカイセドとマクアリスターがいないのにやろうとしているが前に運べないからほぼ自陣のゴール前でパス回しして危険をさらしているだけしかし今シーズンの三笘選手が主張に陥っているのはこの2人の移も大きいですが何といってもブライトンが抱えるケガ人の多さが影響しているのも間違いありません ブライトンはプレミアリーグで躍進した結果、6位でフィニッシュし、クラブ史上初となるヨーロッパリーグ出場を果たしました。もちろん、クラブにとって初のヨーロッパ大会への出場は喜ばしいことでしたが、開幕前から過密日程にどう対処していくのかということが課題になっていました。そのため、夏年籍史上でブライトンは多くの選手を獲得し、全員がしっかりと揃えばリーグ戦とヨーロッパリーグを戦い抜けるメンバーとなりました。しかし、デゼルビ監督のサッカーは、1試合で選手にかなりの負担がか,かることもあり、今シーズンのブライトンは開幕から怪我人が続出しています。特に1月終わり頃には出場停止の選手は 合わせると合計12人が出場できないというあまりにも悲惨な状況になっていたのです。当然、その中には多くの主力選手が含まれていて、特に三苫選手のプレーに影響を与えているのが抜群のコンビネーションを見せていた。左サイドバックのペルビスエステピニアン選手と逆サイドで三苫選手と同じぐらいに相手に脅威を与えていたアタッカーのソリーマーチ選手です。まず、三苫選手と縦の関係で素晴らしいコンビネーションを見せていたエステピニアン選手ですが、二人がコンビを組み始めた。当初はなかなか三苫選手にパスを出さないなど、批判を浴びることもありました。しかし、2人は徐々にコンビネーションを高めていくと。 選手がボールを持ったときにかなり攻撃的なサイドバックであるエステピアニャン選手が積極的なオーバーラップを見せることで相手を引きつけてくれるため三苫選手がドリブルを仕掛けやすくなっていましたまた三苫選手はドリブルすると見せかけてオーバーラップをしているエステピアニャン選手に絶妙なスルーパスを出すなど三苫選手にとってはエステピアニャン選手がいることでかなり攻撃の幅が広がりプレーがしやすい形となっていたのですそんなエステピアニャン選手ですが今シーズンは怪我に苦しめられていて10月初めから約1ヶ月ほど離脱し1 1月上旬に戦列復帰を果たしましたが直後の試合でまたしても怪我を負って しまい未だ復帰することができていませんそのためブライトンの左サイドバックはベテランのジェームズ・ミルナー選手新加入のイゴール選手最近では若手のジャック・ヒンシェルウッド選手が起用されていますがエステピニャン選手ほど三マ選手への効果的なサポートはできていませんこうした状況にブライトンの地元メディアサセックスライブでもエステピニャン選手の負傷離脱が三マ選手が苦戦している原因だと主張していて今シーズンの三マに関しては相手ディフェンダーが常に複数人で警戒してきていること彼自身も昨シーズンと同じコンディションレベルに達していないことそして左サイドのサポートが不足している同じサイド ではエストピニャンの驚異的な活躍がアシストになってきたこのコンビは左サイドで強烈なコンビネーションを築いてきたがエストピニャンはシーズンの大部分を怪我で離脱しており三笘もその影響で苦しんでいるエストピニャンの早期復帰あるいは新しい左サイドバックか左ウィングバックと契約することができれば三マの調子が改善される可能性は高いと語っていましたまた三マ選手のファンからも代表で一時期得点できなかったのと同じで三マは全てを自分で解決していくスタイルではなく左サイドバックの高度な下支えがあって相手に最大限脅威を与えていく選手フロンタール時代も名相棒だ 上り里,里の質を借りていたときと同じで三マの臨機応変さを察知できる下支さがあらゆるポジションで不可欠だと思うここで打開する力があると言われてたけどチームメイトと戦術のサポートあってこそ発揮できていたのが事実現代サッカーならそれが当たり前なんだけど一見一人で全部やってるように見えるプレーでも綿密な戦術とそれを陰から支えるチームメイトの力は忘れてはいけないと三マ選手が活躍できていた裏には左サイドバックを務める選手のサポートが必要不可欠だという意見が寄せられていますそしてエステピニャン選手以外にもう一人負傷離脱が三笘選手のプレーに影響を与えているのがマーチ選 選手ですマーチ選手といえば三笘選手ほど個の力があるわけではないものの、右サイドのアタッカーとして高いサッカー IQ を生かしたポジショニングや味方を生かすプレー、さらに決定力の高さなどを武器に、三笘選手とブライトンの攻撃を引っ張っていた選手です。実際、デゼルビ監督もこの2人のアタッカーに全幅の信頼を置いていて、8月下旬に受けたインタビューでは、まず三笘選手について1対1においては世界最高のの選手の1人と驚異的な突破力を称えていて、マーチ選手についてはと決定力に磨きがかかっ また、9月下旬にイギリスメディアのギブミースポーツが掲載した特集記事では、現在プレミアリーグのクラブでプレーするウィングコンビをランキング形式で紹介していて、その中でブライトンの三マ選手とマーチ選手のコンビをプレミアで5位とかなり高い評価を与えたのです。その理由については、三マに称賛が集まる傾向にあるため、マーチはふさわしい評価を得られないことが多い。しかし、両選手ともスピードがあり、ボールを持てば相手ディフェンダーを翻弄できる。彼らがいなければ、ブライトンは別のチームとなる。というように、お互いの存在が好影響を与えていると評価していました。実際にマーチ選手は、 逆サイドの三笘選手が上げるクロスを呼び込むように動き出して合わせるなど、相手ディフェンスの背後を取るオフザボールの動きがうまく、三笘選手にとっても出すパスコースが広がっています。そして、マーチ選手の存在が相手のディフェンダーにとっても脅威となるため、当然、逆サイドの三笘選手に対するマークも少なくなるのです。もちろん、最近出場機会を増やしている新加入で若手のシモン・アディングラ選手も個の力はあるものの、味方のことを考えた動きは、マーチ選手に到底及ばないため、三苫選手の助けになっているとは言えません。こうして、三苫選手にとっても大きな存在だったマーチ選手ですが、10月下旬の試合で。 膝をししししてててまままい、い長期離脱となってしまっているので、ま、だしばらくはマーチ選手、のいないな状態が続くと思われます。マーチ選手、エステュピニャン選手が離脱してしまっている状況にイギリスの有名メディア BBC もリーグでの順位でブライトンのプレーに文句を言う人は誰もいないが自分たちを楽にするためにバックラインを引き締める必要がある全てが三マを経由しなければならないので故障中のエステュピニャンとマーチが本当に恋しいというように2人の不在によって攻撃が三笘選手頼りになっていることを指摘していましたさらに今シーズンバルセロナからやってきたアンス・パティ選手も三笘選手といい連携を見せていましたが長期 切りとなってししままいましたこのように三笘選手に好影響を与えていた選手がことごとく離脱しているのが三笘選手が調子を落としてしまっている原因のようにも思えますよね。三笘が強いられた過重労働。このように今シーズンのブライトンは想像をはるかに上回る怪我人が出てしまい、デゼルビ監督もかなり頭を悩ませているわけですが、三笘選手は怪我人続出の影響で大きな負担を強いられています。三笘選手は開幕からブライトンの中心選手として毎試合のようにスタメン出場し、ヨーロッパリーグが開幕してからは週2で試合をこなす時期が続いていました。そういった状況でうまくターンオーバーして、三笘選手を 休ませることができればよかったのですが怪我人が続出したこともありなかなか休ませることができませんでしたまた三笘選手は日本人らしくどんな試合でもプレスをサボるわけではなく忠実にこなしてくれる真面目な選手で試合に出しておけばどこかで必ずドリブル突破でのチャンスを作ってくれるという期待があったためデゼルビ監督としても外すことができない選手となっていましたそのため三笘選手は10月27日のヨーロッパリーグアヤックス戦でフル出場しその出馬後のプレミアリーグのフラム戦翌週11月5日のプレミアリーグエバートン戦さらには10日のヨーロッパリーグアヤックス戦にもフル出場し ななんとと日間でで試合にフル出場すする過重労働となっていたのです実際4試合目のフル出場を果たしたアヤックス戦の試合後インタビューで三笘選手はいいいいいいつ怪我をするかかかわらななな状態だが大役が役いいのでやっていくしかないと語り試合中には疲労を隠せない場面もあったことを指摘されるとピッチに入ったら意外と動かなかったりするその中でどれだけいいプレーができるかというように本調子でプレーできていないことを自ら明かしていたのですそして三笘選手は他のインタビューでも疲れというか毎週100%でうまく調整できてるってわけではないですけど70から80%でしっかりとコンディションはつ れてはいます僕も100%出そうとしてますけどピッチに入ったら意外と体が動かなかったりするだけでそれはあるあるなことその中でどれだけいいプレーができるかと体が重い中でも結果を残さなければいけないと語っていましたさらに気をつけているのは休養と食事だけですけどそれも本当に疲れが取れてるかわからないぐらいの状態難しいですねというように本音を漏らすとまだこの連戦に体が適応できていないのかという記者からの質問に対しては適応そうですね求められる水準には達していないと思いますというように素直な心境を明かしていましたこうして三笘選手が酷使されていた状況にファンからは ブライトンにとってもはや絶対的な選手であることは間違いないけどさすがに使い方も考慮した方がいいと思う怪我人も多くいくら選手が足りてないとはいえ壊れるまで酷使するなんて考え方なら三苫さんが負傷した時どうするのといくら絶対的な選手でチームの層が薄いとしてもここまで見るからに疲弊していれば1試合くらいは休ませないと大きな怪我に繋がる可能性もあるからなと手鶴見監督の起用法に不満を抱く声が多く上がっていましたしかしすでに三苫選手の体は悲鳴を上げていたようで直後の代表ウィークで三苫選手はもともと招集されていたものの怪我のためにチームを離脱することが 発表されていましたこの時、三苫選手は、自分としてはワールドカップ予選ということもあり、チームの力になれると信じて合流しましたが、残念ながら100%の状態でプレーできないということもあり、悔しいですが、残ったチームメイトに思いを託したいと思います。一日でも早く回復して、まずは所属チームで再びいいパフォーマンスを見せて、また日本代表でプレーできるように頑張ります。と語っていました。その後、三苫選手は代表期間中の休みを経て、再び輝きを取り戻し、やはり万全の状態で出場すれば、実力を発揮できることを証明してくれました。ただ、12月17日に行われたプレミアリーグの 選手についてとてもとてもタフな試合だった彼は負傷を抱えているまだ彼の水準でプレーできていない彼は我々にとって極めて重要な選手だと三笘選手がまだ本調子ではないことを強調していましたそれでも最近では三マ選手はターンオーバーすることも増えてきているので今後はなんとか三マ選手が万全の状態で出場できる環境を作っていってほしいですね現地記者が指摘する三マの課題こうして頼れる相棒たちの怪我や過密日程の中でのプレーが不調の原因となっている三マ選手ですが現地で三マ選手を見ているアレッサンドロ記者は三マ選手の課題と改善 前提を指摘していましたまずアレッサンドロ記者は今シーズンの三マ選手について今シーズンもいいパフォーマンスなのは間違いないけどあえて指摘させてもらうと昨シーズンほどではないかもしれない今期のパフォーマンスが昨シーズンと比較し得るかというとそうではないと思うんだというのもまず相手選手の対応が変わってきているいかに三マにやりやすい形で持たせないようにするべきかどうやってその良さを消すべきかという研究を重ねてきているんだというように対戦相手が三マ選手を研究していることも不調の原因の一つではないかと語っていましたさらにブライトンの番記者を務めているリッチー・ミルズ記者は今シーズンの三笘選手について この26歳の実力は誰もが承知の上だが全大会を通じて10ゴール8アシストを記録した昨シーズンのような輝きは今季ここまでは放っていないのも事実だリーグ戦では開幕2戦目のウルヴァーハンプトン戦で左サイドをぶっちぎって鮮やかなゴールを奪ったシーンがありボーマンマス戦では2ゴールを決めて勝利を呼び込む活躍をしてみせたと序盤戦でこそ活躍したシーンが多かったことを語りつつただ今シーズンの三マのパフォーマンスは安定感を欠いているのは確実だ試験ではあるが外から見ている一人として思うのが現在の三笘は考えすぎなのではというところプレーの選択も急ぎすぎて ているが、より貪欲に自分でゴールを奪いに行くようながをもっと出してもいいのではないだろうか。2年目のジンクスかもしれないし、過密日程により、ただ単に疲れているだけなのかもしれない。ただ、そんな中でも結果を残さなくてはプレミアリーグで大成することはかなわないというように、三苫選手のプレーに迷いが見えていることを指摘していました。確かに最近の三苫選手はドリブルを仕掛けるにしても、好調の時の思い切りの良さがないように感じてしまいます。こうして様々な課題が挙げられる三苫選手ですが、皆さんはどうしたら三苫選手が再び調子を取り戻すことができると思いますか？コメント欄で皆さんの意見を教えてください。今回。 三苫選手の不調の原因についてまとめてみましたがデゼルビ監督の語る三苫選手への評価についてもまとめた動画を出しているのでぜひ見てみてくださいというわけで僕もいつかは調子のいい日が来るように頑張るので応援してくれる優しい人はぜひチャンネル登録と高評価をお願いしますそれでは皆さんさようなら